さあ、それでは、Tears of the Kingdom の続きやっていきます。さあ、今回は、老明島の上層にチャレンジしていきましょう。というわけで、早速。天空の迷宮を訪れし者よ、何時の英知を問わん。この迷宮に隠されし4つの端末、そのすべてに目覚めを与えよ。まさかのチェックポイント型ラリー。老明島の予言、アッカレ海、その上空に浮かぶ巨大な遺跡の入り口で再び何者かの声が聞こえてきた。声は迷宮に隠されし4つの端末に目覚めを与えよと言っていた。ふむ。お、上昇気流は、え、だだ、びっくりした。めちゃめちゃ埋まってますがな。お、音楽が、おー、勢い。とりあえず落ち着ける場所に。ふう、さてと、ここと、まあ、見た目通りだね。なるほど。なんか今、あ、違う。塵みたいなやつか。一瞬何かが飛んでるかなと思ったけど。高低差がかなり、わかりづらいのかも。おー、三次元的な迷路。お、発見。よし、とりあえずこれは出して、ハイリアの盾。よし、ここからどういくか。足を使って飛んでいけるのかな。あまり難しい操作を要求されないものと考えて動いていくかな。とりあえず上昇気流でもう一回。おお、あ、なるほど。ふわっとしてるから上の方に上がれるのか。おお、ここな。さてと、あれ、思ってるよりか飛ばない。そい、あれ、つかめない。お、ここつかめないんだ。壁が捉えられない。ほう、手順を間違えるとかなり大変そうだな。このマップあんまり役に立たないな。ここに行きたいね。こっちの方から行くのかな。高低差が分かりづらいな。白い部分が壁だとして、この黒いというか暗い色が足場。この中間の色は何だろう。ここに上昇気流がある。H を働かせるのじゃ。ふむ。上がったのはいいんだけど。
おおおお。ない。外れ。こっち。空中の迷路。なるほど。ここも一応、暗い場所だね。なるほど。降り立つと上昇気流が発生するのか。ふむ。これは、こう回ってこないと、ダメなパターン。ということはこっちかな?ただ、お宝もありそう。おおお。何?一応上昇気流はあるのか?うん。この高さ、全体的に上昇気流があるのか。うん、なかなか、頑張りゲージも使いそうな感じだね。よし。うん。ここが足場だとして、こう回っていく。一応周りも確認しながら。透けているところはチェック。ぬ。これは一旦下に降りて上に上がるというパターン。かな?うん。やってみるか。よし。めちゃめちゃ高く上がるからなんかちょっと困る。お、おお、ここをくぐる。いや、くぐれない。待って待って。さらに下?いや、ないな。多分だけど、この穴の下からはいけないよね。上昇気流がなくなっちゃうんじゃないかな。普通に向こう側に行きましたね。一体何を見てたんだ?上を見ていなかったのか?そっか。あったー。結構大変。よし。隠された一つの端末を目覚めさせ、残るはあと三つ。言われた通りにすることで何か起こるのだろうか。続いては、こっちか。ここはこう繋がってるかわからないけど、一応、右側に来ちゃったからこのまま行こうかな。ただ、なかなかその、宝箱の場所とかは、あれ?上に上がれない。通れルーフで行けってこと?お!こっち。東側に出て、このままこう回っていく感じかな?宝箱はこっち。休憩。お、上?おー、反動で。すごい。どこじゃ?ふわー。上?見落としているどこかで。後ろ。この下ではないんだよね。上。
この、ここかな？この穴かな？横の。ここっぽい？上。この向こう側かな？ここか、もしかして。これは一旦戻らないといけないパターン？どうにかいけないだろうか。下から抜けていく穴はなさそうだな。一旦回り込んでみましょう。おっとっと、もう今ね、マップしか見てない。お、あれ？ぬ？上、そこか。しかしここは上昇気流を使い直せば。おー、ふわーっといける。すごい。よし。あっちか。この辺りかな。よし、じゃあまたここをこうやって行きましょうか。なかなか大変。だけど、マップを見るだけでなんとかなるから、ミニマップ見ながら操作すれば。あれ、ここはそうもいかなかった。よし。これさ、マップだけ見てる俺は、その、なんていうか、一応行けなくもない、行けなくもないけど、動画的には相当見づらいはず。というわけで、普通に正面見ながら行きましょう。この辺りはちょっと分かりづらいな。うん、急がば回れかもしれないし、横穴があるかもしれない。さてと、うん、宝箱も気になる。そこかな。お、ぽいぽい。ここから、ふむ。よっよっ。わーっと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 。あれ、ここをつかめるんだ。つかめたりつかめなかったりよくわかんないな。よし、二つ目の端末を目覚めさせた。もしかして普通につかめる？いや、つかめないな。つかめる部分もあるにはあるんだ。うん、一定の高度以上は壁がつかめないってことかな。なるほど。あ、違う、ここ橋の壁だからか。こっちの壁は無理で、こっちは OK。 あー、ちょっと、うん、よし。じゃあ一旦戻りまして、怪しげなところはチェックしつつ、ここ真ん中気になるね。あいた。ふう、うん、さてこの辺り
ここは、こう、ちょっと見てみるべき。一旦戻って。おっと。行き過ぎたっぽいな。サーチ対象が変化。お、なんか特別感がある。大容量バッテリー嬉しいけど、うん、これは、うん、この近くにはもうないのかな。さて、じゃあどうしようか。ここは、うん、とりあえず素で置かれてるものはちょっとなさそうな雰囲気だから、宝箱だけを目指していけばいいのかな。お、うん、ここ気になる。まあ気になったところで何もなかった。これ以上進むとすごく遠回りというか、でもこっちこそお宝への道があるかもしれない。うん、この辺り。上、定位、そこか。勢いをつけたい。うわー、ふー、あったー。空中の軌道がすごく楽しい。特等兵隊エッジ、悪くない。といっても、うーん、これ置いてっちゃおうかな。よし、さあこの奥まったところのお宝もゲットしたので、一旦真ん中に戻って、西側かな。ここから真ん中に戻れないかな。ダメそう。さすがに上までは届かないか。それじゃあ一旦戻るしかないな。さささささささ、マップを見ながら、なおかつパラセールの操縦もしないといけないから、なかなか大変。よし、真ん中に戻ってこれた。ん？こっち？中央側だな。もしかしたら真ん中に2つあったのか。と思ったらこれはこっちの方？なるほど、今のうちに一旦中央に戻るか。ここからこう行こうかなって思ったというか、中層と同じマップだと考えたらここからこう行った方がいいよね。うん、一旦ここからこう行くべきだとは思う。うん、どうしようかな。お宝を先にするか。でも一旦中央に戻ることを考えれば、北側から端末を目指していきましょう。ここだな。おっとっと、何？そう来るか。
ヒュー、ヒュー。楽しい。さてと、この辺り、あったあった。よし、さああと一つ。下側から行くのはどうでしょう。こうやってやれば横に行けるね。よし、さあ一旦中央に戻りまして、宝箱が何個かあるね。ここかな、やっぱり。あれ違う、こっち。この雰囲気だと中央にはないな。よし、てなわけで真ん中に戻ってきたので、こっちか。行ってない区画はここからこの辺り。端末を目指すべきだよね。ここは近いようでいて遠いかもしれない。上。ふむ、とりあえずサクッとはいけなさそうだけど、なるべく端末優先で。上かな、これは。向こう側か。ということは、ここに来るためには、上から来るのか。なんかこれずーっとこうやって回り込まないといけなさそうな雰囲気もしてきたけど、じゃあここからか。ここから入ってみるか。お、下と上あまり変わらない。お、何かないかな。下方向、あったあった。端末の南側だね。特等兵隊ブレイド、かなりの攻撃力だけど余っとるな。かといって取らないわけにはいかないし。たまには体験持っていくか。さてと、端末にたどり着けた。なんだ、お宝からすんなり。ラッキー。砂から出てきよる。すべての端末を目覚めさせると、迷宮の屋上に新たな端末が出現した。あとは宝箱か。あれ？なんか急にすごく上がるようになるやん。どういうことなのやん。クリアしたからあとは楽にさせてあげるみたいな感じ。おお、ご褒美まであるとは。やるな。
逆に迷路を楽しみたいという私の思いもあったりするんじゃが、この向こう側、ぬ、違う、ここむずいな、この辺りにあるっぽいんだけど、違う、こっち、上、その辺りかな。ふむ、ここ、ここか。ここに行くためには一旦南に回らないといけない。よっ、なかなか逆にちょっとちょっと大変な感じになっとる水平に移動できなくなったから、パラセールを開いたり閉じたり。あったー、うおー、上昇気流の強さ。よし、槍は持ってるんだよな。うん、うわ、ちょっと待って、待って、どっち、どっちどこまで行ったの、俺の槍浮きすぎでしょ。どっち取った、あー欲しかった方取った。めちゃめちゃ浮いてく。そんなに武器が浮くほど。驚いた。これも戻れこで戻せるん。ほう、面白い。ほう、戻れこの力で止めておけるけど浮くねえ。おお、空中でちゃんと拾える。まあ空中で拾えるってのはよくオルトラさんでやってますけど。ふむ、さてと、この近くには宝箱はなくなったな。一旦ここをこう行かないとダメかな。うん、こことか気になるよね。でも足場がないとそもそも宝箱は置かれてないはずだから、まあとりあえずここ目指していこうか。よっ、これはここから東に行くのはちょっと大変かも。さっきの道を回っていく？あ、頭がこんがらがってきたぞ。もう素直に行くしかない。素直に行くしかないとか言ったら、じゃあ上から行けばいいじゃんっつう話なんだけど。なぜ俺はこんな水平移動にこだわってるのだ。迷路を楽しみたいのじゃ。あ、上まで上がっちゃった。パラセールの状態の方が早く動けるからな。ふわーって降りるよりも。うん。あ、上に上がっちゃった。あ、待って待って、逆に考えるのじゃ。こうやって動けば実質水平に動いてた頃と変わらない。うん。これを、こう頑張って、足場とか使って奥まったところまで来て、やっぱりマップと見比べて足場がないから宝箱がないのは当然だよねっていうことになる。うん、上がりすぎた。
もういいかなみたいな。でもどういう高低差の仕掛けがあるのか見てみたいところあるよね。うおー、ふわっとしてるから着地が難しい。からのここで、行き止まりか。後ろ、お、足場がある。行き止まりだ。ここまで来て行き止まりだったんだから、これでオッケーかな。宝箱がまだあるかどうかが気になるけど。おお、いい天気。朝方から始めてまた朝になってるということは、丸一日かけてようやく踏破できたということかな。宝箱センサーの反応範囲を考えれば、宝箱はもうないと思って良さそう。おお、これはこれでめちゃめちゃ楽しい。アスレチックゲームになった。おお、よし、大体これだけ見て回れば十分宝箱をサーチしたと言っていいでしょう。うお、眩しい。うお、ギリギリ飛び込む。何そのかっこいいの。きっと下まで続く穴ができるんじゃない。よくよく考えたら、飛び込むって書かれただけでかっこいいとか言って思うの、俺ちょっとおかしいかもしれない。あれ、逆逆、まさかの台座、足場がちゃんとあるわ。天空の迷宮を踏破せし者よ、大地の迷宮、地の底への道、閉ざされし格子が開かれた。大地より遥か下、地の底へと飛ぶ勇気を我に示せ。何時に最後の道を開かん。なかなか注文の多い老明島だ。大地より遥か下へと飛ぶ勇気を我に示せという声を聞いた。おー、でーい、信じてるぞ。いや、どう見てもこれ、あの場所が絶対ずれてる。この辺り、うおー、うおー、怖っ、めちゃめちゃ怖い。いや、ちょっと待って、おーい、何あれ、暗すぎてわからん。老明島地下層、なんかすごく近くて遠いみたいな場所。おー、すごい、いいね。ちょっとプロモードにしていいっすか。地下ってさ、一回明るくしちゃうともう一回暗くできないから、ちょっと思い出にとっとこうかなと思って。真っ暗。というわけで、じゃあ、明かり花。明かり花。
ああれ？びっくりした。なんであいつの頭の上に行けないんだろうと思ったら、まさかの。待って、迷路続いてるの、もしかして。まさかの展開。これじゃ逆にそのミニマップを出しててもしょうがない。いや、ここを出せばいいのか？かもかも。うん、いや、ミニマップちっちゃいな、見えないな、これ。ミニマップをこれぐらいまで拡大できませんかね。下方向にお宝を感知。うん、リンク自身に、松明があればな。転がってないかな。うん、確か中層の上の方にあったような。中層の上の方っておかしいな、上の中層にあった気がする。松明持ってこようかな。いや、明かり花投げまくればいいか。あの雰囲気出したかったんだけど、諦めます。明るい方が動画見てる人たちも楽だよねっていうごく当たり前のことを考えて。よし、これも一旦ポイッと。ここは宝箱があるだけ。久しぶりに通れるふ。久しぶりっていうほど久しぶりじゃないかもだけど、地に足がついてないと使えないからな。うん、ブロックゴーレム上等、魔物コレクションの対象なんだ。どうしようかな。人型になってる方がぽいかも。この狭さで、じゃあ、えい。お、変身中は映し絵が反応しないんだ。おん？取れたのか、これ。取れてる。左の方もなかなか悪くないな。怒ってる。キョロキョロしてるブロックゴーレムさん、なかなか面白い。お？あ、そうなるんだ。これ低いところにいるの珍しくない？ちょっと痛いって言ってそうなるの？めちゃめちゃ当たるじゃん。ここ楽。あ、楽かと思ったらそうでもない。びっくりした。これは俺が目の前に来るところ。あぶな。ギリ。こっち。えい。なあ、いちいち隠そうとして。よーし。ふむ。よし、あれ、なんかいろいろあるっぽい。一応討伐マークはつけておいて。うん、ゾナウ武器につけちゃおうかな。うわあ、凶悪すぎる。とても主人公が使う武器とは思えないこのまがまがしさ。地底の迷宮を踏破せし者よ。もう踏破した。意外と早い。
ここは訪れる者の資質を試す試練の場。踏破したそなたは真偽体を備えたなんて竜を司りし我の名においてその功績を認め葬式大化を支えよう、支えようじゃなくて与えよう。太古に封印された異次元の魔がまといし防具、さあ受け取るがよいよいよい。ふむ、竜からの贈り物、アッカレ界に作られた迷宮軍は竜を司ると名乗る者が作った人の資質を試す試練の場だった。竜を司ると名乗る者が作った、竜を司る者って誰じゃろ。しかしそれ以外のことは全く分からず謎が深まる不思議な体験であった。謎じゃあ。でもゾナニウム製の宝箱とかだし、なんだって、ゾナウ文明の人っぽいことは確かなのかな。異次元悪霊の鎧、異次元から現れた悪霊がまとっていたと伝えられる鎧装束、簡単には手に入らない貴重な品だ。静かさがアップ。ほう、お、なんか急にいかつい感じになった。あ、すっきり。ふむ、宝もあるな。暗い、お、ゴーレムくん、ゴーレムくんが普通にいるってことはやっぱりゾナウ文明に関する人が竜を司っているということなのかな。これ以上は光るね、というか浜の根を起動させないと場所が全くわからんぞ。しまった、ふわふわ感を俺の浮遊感がなくなっている。急に体が重いみたいな。おお、発見。マップを見る必要がないというか、マップを見てもしょうがないというか。おお、ゾナウ製の武器がたんまりともらえるのはとても嬉しいが持ちきれぬ。よし、一応服は着替え直そうかな。お着替え、こういうのもお色直しというのだろうか。お、ちょっと待って、結構迷宮感、あった、これで勝てる。そういえばどこだっけ、もっと南の方、ここか、南ローメイの地下層、ここもあったね。こんな感じなのか。クユシガイの根、よーし、わー、明るくなったー。ふむ、どうやら迷宮ではなさそうだな。その代わり宝箱はまだあるから注意していこう。横から入るのかな。お、体重っ。よし、とりあえず取り出して、そういえば盾はまだ、盾は最初に出たか、
ちょっと忘れちゃった。ああそうだね、ハイリアの盾出したんだから。あったね。若干武器が多め。ぬ？上に上がるの大変だなこれ。水。これは迂闊に飛び込めない。上まで上がれる直通通れルーフがない。そこははしごじゃないっぽいな。うん、しょうがない。登るか。くっ、しゃがんでしまうと困る。しゃがんでしまうと困るんだよな。しゃがみ状態のリンクのそのなんていうか、はまっちゃった感困る。一応さっきの場所、あーこれははしごではなさそう。うん、よし。あったあった。お、いいね。ゾナニウムの弓結構好きなんだよな。かといって3本はいらないかな。よし、まだある。まあ戻るか。もっと上まで一気に行きたい。ふんぬ。おお、この中もう一回中に入る。反対側ってことかな。よし。お、なんだ。大きなゾナニウム。宝箱反応がなくなりましたね。よーし、これで老明島、中層、上層、地下層すべてクリアすることができたってことかな。よーし、あとはうん、一旦戻って、地下から上へと戻るってことはできるのかな。届かないな、ここ。まあここは登ってもどうかな。うん、ちょっと無理っぽい。浮遊石とかを使えば上がれる？でもな、地底から上に上がるためにはなんか特別な施設というか、なんて言うんだろうねあれね、毎回毎回エレベーター的なこと言ってるけど、通れる不要のでっかい柱がないといけない。うん、ちょっとチャレンジしてみようかな。いけるんでしょうか。無理っぽいな。あ、ここに出るんだ。じゃあこっちの柱そのまま使わせてくれたっていいじゃんと思うけど、まあできないものはできないのじゃ。ふむ、なるほどね。いやーでも楽しかった。上層のあのふわふわっとした感覚と、
その立体軌道を使った三次元的な迷路。うん。でもそんなにこう難しくなってるわけでもなくて、ミニマップを見ておけば大体つながりが分かったりとか、意外とそこまで苦しい迷路ではなかったので良かったかなって思います。よし、じゃあ一旦ここで区切っておこうかな。本当は上層がね終わったら一旦地底に潜って浜の根をこの辺りをね光らせまくってっていうのをやろうと思ったんだけど、こことかね、これは次回に回そうかな。次回地底編で光る根を、光る根じゃないや、浜の根を起動させつつ、まだ見てない地底をざっと見ていって、イーガダンの支部がないかチェック、みたいな感じにしたいかなと思います。うん。このあたり、あ、ここは、デグボグの森。デグボグの森っていうか、オクタの森の地下。ああ、なるほどな。そういうことか。うん。地底は地底で楽しみ、かな。ここは本当に、そっか、ここ、こうしておくべきなのか。こういうことをたまーに忘れてますね。まあ、もっと大事なこと忘れてる気がするけど。まあ、それはともかく、今回は老明島がちゃんと攻略できたので、よしとしておきましょう。さあ、それではまた次回、よろしくお願いいたします。